こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。私のアマゾン輸出のサポート内容。まず、チャットワークサポート。これは回数無制限。ね、1日に何十回もやり取りしていることもあります。同じ会員さんとね、1人の会員さんと何十回もやり取りしていることもあります。それと、スカイプ相談。これが月2回、1回45分間の予約制です。そして、サポートメルマガを週3回配信しています。さらに、マニュアル代わりのサポートサイトがあります。こちらは会員専用のサポートサイト。パスワードがないと入れない会員サイトがあります。これらを使って、どうサポートするかなんですけど、初心者でも稼げるようにサポートしています。これね、本当初心者でも大丈夫ですよと言いつつ、ね、初心者は何を質問していいかわからない。ね、初心者は簡単にわかるだろう、こんなことということもね、わかんなかったり悩んだりするということを知らずにサポートしてる、塾や、ね、他のサポーター多いなと思います。私は自分がね、そういうサポートを受けて役に立たなかった、あるいはね、苦労した経験がありますので、わからないことを教えるだけでなく、初心者によくあるつまずきポイントでつまずかないようにサポートしています。例えば、初めに張り切りすぎて、ね、頑張りすぎて燃え尽きることがないようにこんなアドバイスをします。最初の1ヶ月は1日どれぐらいの作業をするのかという質問をいただくんですけど、私はね、最初の21日間は1日10分から45分の作業をしてくださいというふうに答えています。やってはいけないこと。これは焦って休憩なしで2時間以上作業すること。新しいことを始めるときのコツは、まず習慣化することを最優先にする。大変なことをいきなりすると燃え尽きます。こんなサポートあんまないと思うんですけど、実際今までね、何百人もやっぱサポートしてきて、初め飛ばす人ほど息切れしやすいと、ね。むしろもたもたしていた人の方が後から伸びる、あるいはね、トラブルでつまずいた人の方が後から伸びるんでね、もう最初はもうとにかくやりすぎない、ね、頑張りすぎないというのをね、サポートの方針にしています。そんな形でね、わずかな資金、ね、20万を10分割して、ちまちま始めて大きく伸ばすという形ですし、またね、わからないことは、何がわからないかもわからないというふうにね、聞いていただいて結構です。それに対してヒアリングして何をやるべきか、これやってくださいということでアドバイスをしています。さまざまなね、スキル、ね、段階の会員さんいますけど、どの会員さんも、例外なく、ね、アドバイス通り素直に実行していただければ、目標の金額まで到達するサポートをしています。まずは、ね、本当に私のサポートを受ければ稼げるのか、あなたに合うのか、あるいはね、私があなたのサポートを受けられるのか、そういったことを確認するためにね、無料でスカイプ相談、あるいは電話での相談を受け付けています。この記事の一番下にある URL じゃなくてこのリンクか。リンクをクリックして、無料相談にお申し込みください。また、動画の説明欄にある URL をクリックして申し込むことも可能です。こちらですね。日本に住んでるなら、オーストラリア、アマゾンで稼がないともったいないです。まずは、無料相談を受けてください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。